多摩市子ども家庭支援センターから子どもたちへのメッセージ。これって虐待？人は誰でも皆安心安全に過ごす権利があります。子どもの安心安全は大人が守らなければいけないのに、大人が子どもの体や心を傷つけたり嫌な思いをさせることを虐待と言います。こんな経験をしたことありますか？大人から叩かれる、蹴られる、体に傷ができることをされる、家から追い出されて入れてもらえない、これは身体的虐待だよ。バカ、クズ、いらない子などと言われたり、大声で怒鳴られたりする。今度これやったらうちの子じゃないからと言われる。お父さんとお母さんが目の前で喧嘩をしている。お兄ちゃんお姉ちゃん弟妹だけ特別扱いで差別されている。これは心理的虐待だよ。ご飯を食べさせてもらえない。ずっと同じ服を着ていて着替えさせてもらえない。お風呂に入れない。病気や怪我の時に病院に連れて行ってもらえない。車に子供だけ置き去りにされる。これはネグレクトだよ。水着で隠れる部分を触られる。恥ずかしい写真を撮られる。恥ずかしいテレビ、ビデオを無理やり見せられる。これは性的虐待だよ。今お話ししたことは全部虐待です。一つでも当てはまったらすぐに近くの大人に助けてほしいと相談してください。例えば学校の先生、保健室の先生、学童や児童館の先生に伝えてみてください。言いづらかったらお手紙にして渡す方法もあります。電話が使えたら虐待を専門にしている子ども家庭支援センターや児童相談所に電話してください。学校がお休みの日や夜遅い時間は近くの交番に行くか110番に電話してください。児童相談所全国共通ダイヤル189でも相談できます。あなたはかけがえのない大切で大事な存在です。助けを求めて相談してね。多摩市子ども家庭支援センターの電話番号は 042-355-3777 です。多摩市子ども家庭支援センターにいつでも相談してね。